どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう、突っ張り全国制覇でございます。最後俺がこの場所いただくぜ。欲しければその拳で奪い取れ。行くぞ俺。さあ頂上決戦といったところでしょうか。もうあの全国のてっぺんとか行ってるんでね、最後は彼を倒して一気にちょっと制覇していきたい。工業高校、男子、まあ男子校または男子の比率が極端に高い場合が多い。あ、まあ確かにね、工業科目いそうなイメージありますよ。うわ体力すげえな。てっぺんの座、何、欲しくば拳で奪い取れ。さあ最後黙ってよこせよこの野郎、言うじゃねえか。いきましょう。黙ってよこせよ、この野郎、いけ、思いっきり、ここは喧嘩キック。いいね。さあ戦闘入りました。最初ちょっといきなり体力、何何これ、ちょっと待って、せめて全開にしとけばよかった。能力体力まあそれなりに上の方だからいいけど、あいた、ちょっとダメージでかくねえか。いくらなんでもダメージでかすぎでしょ、それは重いわ。いや無理、ああほらほら、もうこれいきなり、いやきついきついきつい、それはきついよ兄さん。ちょっともう今日とお願い、なんとか最後ぐらいは決めさせてくれ。ああだだだだ、死ぬ、8分だ、死ぬかと思ったマジで今焦った。はい、スタミナ回復、はい、体力回復、これがもうあの俺のやれる全力。もう無理、危ねえ。よっしゃナイス回避、俺今のはいい回避だったんじゃないですか。ちょうどあの必殺攻撃、あまずいまずい、もううーやめろやめろやめろ、死ぬ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 、強い強い強い、マジ強い、ういとう、あ外れた、カッ、まずいまずいまずい、想像以上に強いぞこいつ。はあ外した、まずいまずい、よしもう一回オッケー、できるだけダメージ当てて、せめてちょっと少しでも優位に立たないと、もう体力ねえから。おっしゃおっしゃ、ちょっと離れて、ちょっと離れてで確実、よいしょ、あーやばい、やられる、くおー強すぎでしょ、マジか、最強でしょこの人。わわわ悔しい、話にならん、なるわ、恨むなら己の無力を恨め。うわ言い返せねえ、時間の無駄だった、クソが、覚えてやがれ畜生。うわ悔しい、いやーやり返したいけどね、これちょっとでも体力もう圧倒的すぎた差が、ちょっとどうしようこれ。お、あー押せよ、はい、電車に乗り口しますぞ、まだ大丈夫だろ、僕はここに置いていっても時間問題はないと思うけどね。けっ言うじゃん、ほら鵜飼君もこっち、早く並んで改札に向かいなさい、もうすぐ帰りの電車の時間だから。ああ全くだから鵜飼を連れてくるの、鈴木先生もうみんな行きましたよ先生相変わらず最初からずっと変わらないんだ、そこ私置いていくなと。修学旅行どうだった。ま悪くなかったな、こんなもんありなんじゃねえか言うね。いやでも最後悔しいな、ちょっとねこれは裏で少し自分のね能力を強化していくしかないでしょうね、頑張って。はい、というわけでちょっとまあ本編が実を言うともう3分で終わっちゃいましたけど、なんとか終わらせていただきました。難しいやっぱりこうあの全国最強っていうのはなかなかね手に入るものではないんでしょうね、すごくちょっとそんな風に思いました。というわけで、こちらね最後までご視聴ありがとうございました。突っ張り全国制覇、やってまいりました。もうこのソフト、喧嘩番長3ですね、確か3だったよね、そうそう3なので、ぜひね、興味がある方はぜひ購入してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いできたらと思います。チャンネル、あそうだ言い忘れてた、危ない危ない危ない、気に入っていただけたんであればチャンネル登録とか、あとはまあコメントなり高評価いろいろよろしくお願いいたします。別シリーズで会いましょう。うかでした。またね。
最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。スマートフォン、タブレットからご視聴の方は登録ボタンをタップしてください。パソコンからのご視聴の方は動画詳細のリンクより登録できます。ニコニコ生放送でも活動していますので、ぜひ見に来てください。またよろしければツイッターの方もフォローしてください。動画の更新状況や生放送の情報などを投稿しております。また次回会いましょう。じゃあね。